こんにちは、心理カウンセラーの佐々木浩二です。今回はセルフコンパッション第14回、マインドフルネスの中でも積極的なマインドフルネスというものをやっていきます。で、前回の動画でね、例えば目をつぶって、じっとしている、で周りの音に耳を傾けるっていうような形でマインドフルネスを紹介しました。いわゆる受け身な感じですね。でもそれに関して、例えば動員のシステムがとっても強い人や完璧主義な人って、そんなの意味ないっていう頭が先に働いちゃうんですね。でそのためにでは受け身ではなくて自分からマインドフルネスを取りに行くっていうのもあります。で、マインドフルネスに関してこう散歩をしながらやっていくって感じです。歩いている時に目的地を絶対に決めずに歩くんですね。でその時の足の裏の感触、例えば今こうやって立ってるんですけど、喋ることに夢中な時って足の裏の感覚に全く今無頓着でした。でも今そう言った途端にじんじんと今結構足が冷えてることに気づいて、であすごい、今 言えば言うほど太ももの裏にかかる自分の体重とか腰とかすごい今感じてますね。うん、でかかとに意外と重心いってるとか、あ今つま先にいった、あ今上親指の先でキュッとやった、これ全部感じるようになるんですよ。でこんなの普通散歩するとき感じてないじゃないですか。でそこに集中して歩くとか、今どこに行った、どこにこう体重移動したとか、自分の息遣いとか鼓動とか感じてる風の感触とか、複数でも一つでも何でもいいです。自分から感覚を取りに行くんですね。でそうやって感覚を取りに行ってずっと意識集中してる時に別のことを考えたら、あ別のこと考えたからこっちの感覚に戻すぞっていう風に戻していく。でその時にどういうことが浮かびやすくて、どれぐらいの時間その感覚にとらわれていたのかっていうのを自分で分かっていくと、少しずつそのとらわれる時間が少なくなってくる。これをマインドフルネスな散歩とか言うんですね。で自分から感覚を取りに行く点で積極的なマインドフルネスと言われます。でこれ何してるかというと、昔の生活ってこの積極的なマインドフルネスが多かったんですよ。例えば繕い物をする、ボタンをこう自分でつけないといけない機会が多かったり、米炊くにもまずは薪割ったり、で薪くべて火つけたりってことは薪を拾いに行ったりとやることが多かったんですね。で現代人って生きるテンポが早すぎて、そのテンポに合わせて頭しか使ってないんですよね。要は何か一点に集中するという時間がすごく少なくて、病院の待ち時間とかでもメールチェックして、その間に電話かかってこないかを予期して、電話かかってこないか予期すると、その電話の通話内容までも想像して、仕事に備えている、私ですね、常に動員に追われていたり、でこうなったらどうしようって予感しなきゃいけないことが多すぎるんですね。でこれは生活のテンポが早すぎるからなんですよ。のんびりしてたら一つ一つ目の前のことしてて、要は考えてる暇がなかったのに、今は時間がたくさんあるのに逆に頭がせかせかしている、心を休める時間がなくなっちゃってるんですね。これ変ですよね。要は現代人は忙しいのに暇であると、生活のテンポが早すぎる、で余った時間を落ち着かずに埋めなければならないということに忙しいだけっていうことにだんだん気づいてきます。だから現代病のように心の病っていうのは増えてくるんですね。そして早くテンポよく効率よくこなしていることが良しとする価値観まで相まってきてるから、のんびりと作り物してるなんていうのは信じられないという感じになってくるわけですよね。だからこの自分に意識を向けていく、今この場所に意識を向けていくっていう時間が極端に減ったのだっていうことは知識として知っておいてください。そしてそんな極端に減ったのってまだここ100年ぐらいのことなんですよね。ということは何千年と人間生きてきた遺伝子に組み込まれた本能に大きく逆らってるわけですよ。その大きく逆らってる時間が多いなら、あえて少し動物的な人間に戻る、人に戻る時間っていうのが必要だっていうのを実感として分かってもらえると、この積極的なマインドフルネスっていうのはやりやすくなります。
一つむちゃくちゃ注意しておきたいことがあって、あなたにとっての心地いいものを湧き出すためのこれただの例示に過ぎないんですよ。自分にとって心地いいのは、じゃあ空を眺めながらのんびりと歩くことだったって思ったら空を眺めたらいいし、ポイントとしてはその音楽とか聞かないでほしいんですね。外から与えられる刺激を少なくして今肌とかで感じてるものに集中してほしいので、歩くことが目的なんじゃなくて感じることが目的なので、できるだけこう人と知り合いとすれ違うところも避けてほしいし、例えば大きな公園に行ってここに来たからには一周しないといけないとか、なんか整備された道とかっていうよりかは雑然とこう歩き続ける方がいいですよね。まああんまりやりすぎるとね、僕こう上見て胸を押さえながら歩いてたことがあったらしくて、知り合いから電話かかってきたことあるので、まあ、あんまり怪しくならないようには注意してくださいねっていう感じでね、積極的なマインドフルネスっていうものが必要であるということが理屈で分かったら、自分で触覚であったり音だったり、前回紹介したその VAK の感覚を自分で取りに行くっていうのをちょっとやってみるっていう時間を、必要としています。では、今回も積極的なマインドフルネスということで、マインドフルネスな散歩っていうものをご紹介しました。では今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。